はい、切るのダリー、動くのダリー。学校行くのもダリーは。霊夢。なんやねん、こっちはこれからの人生について真剣に悩んどんねん、話しかけるなや。キッチン TV って知ってる。誰やねんそれ。霊夢、家帰ったら一日中ネットしてるくせに知らないの。誰やねんつってんだろ、5文字以内にまとめろ。クソガキ。ごめん、もうちょい詳しく。なんかずっと意味わかんないことばっか言ってる不登校のガキ YouTuber なんだけど、もう現実見えてなさすぎてネットでネタにされまくってるの。学校行かなきゃ社会の常識とか何も学べないし、ただでさえ就職とかクソ厳しい時代で学歴なかったらどうやって生きていくつもりなんだろうね。自由が保障されてるはずだ。お前らが学校に行ってやってることなんていうのは、勉強などではなく、お前らを社会の歯車として思考停止してひたすら働く忠実なロボットに改造するための下準備なんだよ。お前らは言いなりだ。こんな腐った国の、俺は言いなりになりたくないから学校に行かなくなったんだ。お前ら早く気づけよ。こいつクソキモいな。つまらない奇弁ばっか並べやがって。てめえのお父さんお母さんも学校に行って社会のいろはを学んでお前に飯食わせてんだろ。でもな。ダリーよな学校。あのクソガキも、動画で言ってたようなことなんか本当はちっとも考えちゃいない。心が弱くて、学校でのカリキュラムにすらすぐ挫折しちゃう育児なしなだけなんだ。でも、どこかであいつの意志が私の心と共鳴してしまう。おいクソアホ、学校は、だるいからやめた。は、てめえ正気か、高校中退なんて履歴じゃろくな就職先がねえぞ。大学進学は、どうすんだよ。今後の人生のことは後で決めるよ。第一私に勉強は向いてないし、向いてないことに時間かけるの嫌なんだよね。どうせ俺みたいなのが勉強したって精が入らずにしょっぽい大学しか行けないから。はあなんだお前もやっぱり生きりオタクだったのか。生きりオタク、それは正しいかもしれない。将来のことを考えれば、ちゃんと勉強してまともな大学に進学するというのが、今の日本であれば自然な形だ。高校中退じゃ中卒だぞ、とは周りの人間にめちゃくちゃ言われた。当然こんなんじゃ落ちこぼれて堕落しきってしまい、フリーターや引きこもりニートに、ならなかったのである。今回は、あの革新的な新しい SNS、Twitter の開発者である、霊夢先生に登壇していただきました。それではどうぞ。こんにちは、霊夢です。本日はお忙しい中ご足労いただき誠にありがとうございます。私の開発した新しい SNS、Twitter は、アカウントそれぞれがカテと呼ばれる派閥ごとのグループに属します。例えば、タケノコの里が好きな人はタケノコの里カテ、キノコの山が好きな人はキノコの山カテに入り、ツイートにいいね、すると、タケノコの里カテと、キノコの山カテの人がそれぞれどのくらいいいねをしたかの内訳を見ることができます。また、このアプリには、良くないね、ボタンという独自のボタンを導入しており、こちらも同様にどのカテのアカウントがどれだけ良くないね、押したかを見ることができます。このカテごとの割合の内訳はいいね、や良くないね、押した人だけが見ることができます。これによって、ツイートがどんなカテのアカウントにどれだけ支持され、逆にどんなカテのアカウントが披露しているか一瞬でわかるようになります。カテは運営が世間のムーブメントに応じて作ったり削除していったりするので、個人が勝手にカテを作ることはできません。これにより、無意味なカテの乱立を防ぎます。この、カテ、というシステムが、より公正な、ハイレベルな議論を先導します。私は不登校になった後、高校を中退した。だが、中退して家で尻をボリボリ書きながらぼーっとしていたわけではない。家にいる間はずっとパソコンと向かい合い、プログラミングの勉強を延々としていた。そうして私は自宅でツイスターの基礎システムを3年がかりで構築した。SNS を運営するにあたって、協力者が必要なのでセミナーから徐々に人脈を広げ、25歳の時、ついに株式会社ツイスターを立ち上げた。会社を運営するにあたって、経営の勉強、経済の勉強もしたし、時代を俯瞰し、インフルエンサーになるための勉強もたくさんした。学校に行ってたらできないような量の努力をたくさんしたのだ。そのおかげで今や年商10億円企業の社長だ。霊夢。不登校の引きこもりが成功して億万長者なんて、ドラマみたいだな。まあ、私には人生のビジョンみたいなのがあらかじめあったからね。中退を決意した時から、もうこうなるまでがむしゃらに頑張るしかないって思ってたから。学生時代、不登校になっても、ただの引きニートから努力する引きニートに変われた。私はそうやって人生も変えていったんだ。そんな私の元に、ある一人の少女がやってきた。あの、私。霊夢さんの大ファンなんです。マジで。あざす。今日はどうしても相談したいことがあってここへ来ました。あ、相談事なら今忙しいから広報通して専門の部署に繋いでもらって。私、不登校なんです。先月からずっと学校に行ってません。私は、いけないことをしてしまったんでしょうか。うむ。確かにそれは私の専門だね。こちらに来なさい。あなた、名前は、ゆきこって言います。ゆきこちゃんか、どうして学校に行かなくなったの？私、いじめにあったんです。なんか、私空気読めない子らしくて、それで周りからハブられて、なんでハブるの？ってクラスの子たちに言ったら、そこからいじめが始まりました。そうか。とっても辛くて、いじめが始まって1ヶ月くらいして学校には行かなくなったんですけど、お母さんには毎日学校に行けと言われるし、お父さんにも将来どうするんだと諭されました。うん。私も不登校になった身だけど、まず学校なんていうのは、ゆきこちゃんが社会で働けるようになるための、手段の一つでしかないってことだね。世の中には中卒で総理大臣になった人もいるし、一流企業の社長だってもともとはニートだったなんてざらよ。学校行ってなくたって成功する人はするし、一流大学に行ってもニートになる人はなります。
いじめられて辛い思いしてまで学校に行くことはないわ。大切なことは、まず何かをしてみること、絵を描くのとか、数学を極めるとか、ギターを弾けるようになるとか、ケーキ屋さんに弟子入りするとか、何か一つを極めるのもいいし、いろんなことに挑戦するのもいい。あなたは学校に行かない分、たっぷり時間があるのよ。だからその分何かに挑戦してください。その挑戦の奇跡が、あなたの栄光の扉への鍵になってくれるはずよ。あ、ありがとうございます、私。学校に行かなくていいんですね。うん、全ては自分次第だからね。学校行ってるか行ってないかなんて大して関係ない。不登校には不登校なりの、立ち回り方、ってものがある。みんなが学校でお勉強をしている間に、それ以外の努力をしてればいいんだ。そう、ゆきこちゃんに伝えた。そして時が経ち10年後、なんとゆきこちゃんが本社の私のデスクに、姿を現した。お久しぶりです。私のこと覚えてますか？覚えてるよ。10年ぶりくらいかな。それで、どうなんだい？ちゃんと社会で輝けてるかい？それが、無職引きこもりニートになりました。はいー。全然就活とかできなくて、仕方なく家で自宅警備してたら、お母さんに働かないなら出て行け、って言われてそのまま家を追い出されました。お金も渡されずに追い出されて明日から生きていけないので、1億円貸してください。うほ、ゆきこちゃん。どうしてそんなことをしてしまったんだ。不登校の期間中何やってたの？ YouTuber になりたかったのでソシャゲの実況動画を上げてました。そのままの誰しねクソ。ゆきこちゃん、私の話を全然理解してなかったみたいで、不登校になってもそのまま何も特別な努力をしてなかったみたいです。ずっと自己満みたいなゲーム実況動画を毎日投稿して、収益化すらできずに時間を浪費して、そのまま大人になってしまった。言っておくが、単に社会で一人前に働けるようになるのが目的なら、学校に行ってる方がずっと楽だぞ。私みたいに成功したいなら、学歴がない分みんなが寝てる間も惜しんで勉強し続けなきゃ時間が足りない。そういうような努力を怠った不登校に、未来はないんだよ。